リーム戦1号艇は地元群馬の秋山直之選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今年はここまで 5度の優勝がありますが、近況のリズムはいかがでしょうか。あまり変わってないですね。いい調子できてる感じですかね。結果的には。わかりました。さあ今回手にした21号機なんですが、前節輸出しているモーターでもあるんですが、昨日全県で乗った印象はどうだったでしょうか。昨日は、はっきりは分からなかったです。分かりました。特化の感じとかはどんな感じだったんでしょうかね。その辺も含めてちょっとまだ分からないですね。分かりました。はい。昨日全県では何か作業をされましたか。ちょっと点検はしてみましたけど、はいはい。では今後の作業としてはどのようなことをお考えですか。もう少ししっかり見てみて、どうするか考えます。わかりました。どこか求めたいところとかはありますか。見てみた段階では特にないです。では徐々に乗ってみて調整していく感じですか。はい。わかりました。地元水面ですが、スタートの見え方はどうでしょうか。スタートはアマチュアなのでわからないです。桐生は2節連続優勝となっていますが、最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい。それでは始めましょう。2号艇は大橋純一郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあまず近況のリズムから教えていただけますか。ちょっと良くないですね。はい。わかりました。今回手にした22号機なんですが、昨日全権乗った印象どうだったでしょうか。悪くはないのかなって感じです。はい。どのあたりが悪くなさそうでしたかね。走り出しちゃえばそれなりに走ってます。はい。逆に気になるところとかはどこでしたか。ちょっと回転の上がりが悪いんでそこだけですね。はい。全権では何か作業とされましたか。とりあえずプロペラをちょこっと叩きました。わかりました。今後の作業としてはどのようなことをお考えですか。もうちょっと乗って考えます。わかりました。スタートの見え方はどうでしょうか。そうですね、意外と届いてたんでちょっと怖いですね。わかりました。はい。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい。一生懸命頑張ります。3号艇は茶谷慎二選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあまず近況のリズムから伺えますか。そうですね、良かったり悪かったりですね。わかりました。さあ今節手にしたモーター75号機なんですが、今シリーズの中でも一番勝率の良いモーターなんですが、全権試運転の手応えはどうだったでしょうか。そうですね、エンジンはいいと思いますね。はい。何か気になる点とかありましたか。ちょっと昨日回転上がってなかったので、その辺だけちょっと調整しようかなと思ってます。何か作業等はされたんですか。外回りとプロペラ等ですね。はい。わかりました。今後の作業としてはどのようなことを考えられてますか。そうですね、ちょっと一回走ってみないと分からないですけど、ちょっと微調整していきたいと思います。わかりました。はい。スタートの見え方なんですが、特訓行っていかがでしょう。ちょっとフライングだいぶ切ってたんで、届いてるんでちょっと気をつけたいと思います。はい。わかりました。桐生の水面の相性はどうでしょうか。あんま得意ではないんですけど頑張りたいです。わかりました。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。4号艇は吉川義次選手です。よろしくお願いします。お願いします。まず近況のリズムから伺えますか。悪くないと思います。わかりました。はい。今シリーズは23号機を手にしての戦いということになりますが、全権を終えての印象はいかがでしょうか。普通な感じの足かなと思います。はい。何か作業はされましたか。もう外回り とプロペラも叩きました。今後の作業としては何か考えられていますか。もう一回ギアケース見てプロペラもちょっと調整したいなと思います。特に今の段階でどのあたりが欲しいとかってありますか。グリップ感がちょっと甘いんで、そこを求めていきたいと思います。わかりました。スタートですが、見え方はいかがでしょう。よく分かってないです。はい。分かりました。では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい、頑張ります。5号艇は地元群馬の鳥居塚貴弘選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず近況のリズムから教えていただけますか。いつも通り、悪くもないですね。はい。分かりました。今節手にしましたモーター35号機なんですが、全権試運転を終えての感触はいかがでしょう。ちょっと回転の上がりが悪くて、まだちょっとペラ調整必要かなって感じがします。前傾の時点では何か作業とはされましたか。ペラ少し叩いたんですけど、
もうちょっとやらないといけないかなって感じです。今後の作業としてはプロペラ調整が。そうですね、プロペラ調整ですね、はい。本体整備とかはどうなんでしょうか。は考えてないです、今のところは。わかりました。まずどのあたりを求めていきたいと思うんですかね。そうですね、とにかく回転もう少し上がるようにしっかり叩きたいと思います。はい、わかりました。地元青年ですが、スタートの見方はどうでしょう。まあちょっといろいろ気象条件変わってくるのでね、しっかりもう一度確かめてしっかりスタートいけるようにしたいと思ってます。ドリーム戦は5号艇ですが、コースはまあ、枠なりで行きたいと思ってます。わかりました、はい、では最後にゲストの皆様へ一言お願いいたします。はい、一節間精一杯走ります。応援よろしくお願いします。6号艇は福島優輝選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、直近2節連続優勝されていますが、緊張のリズムご自身ではいかがでしょうか。まあ、ちょっと下降気味なんで頑張りたいです。わかりました。今シーズン手にしました31号機全件、試運転の印象いかがでしょうか。まあ、聞いて出たほどの足じゃないので、ちょっと心配してますけど、まあ、じっくり念入りに調整したいと思います。わかりました。前件では何か作業とはされましたか。そうですね、乗ってみてあんまりいい感じしなかったんで、プロペラちょっとバタバタと叩いてます。今後の作業としてはどのようなことをお考えでしょうか。まあ、まずペラで、ちょっと時間かかりそうなんで、じっくりやりたいと思います。現段階で特にここは欲しいなというところはありますか。まあ、意図があんまり見つからないです。ではいろいろとレースしながら見ていく。そうですね、はい、わかりました。スタートなんですが、特訓を終えていかがでしょうか。まあ、桐生毎回見やすいので得意なんで大丈夫だと思います。わかりました。ドリーム戦は6号艇なんですが、コースいかがなさいますか。まあ、なりで行きます。桐生は約1年ぶりなんですよね。あ、そうですか。桐生水面の相性はいかがでしょうか。あ、好きですよ。はい、分かりました。では最後にゲストの皆様に一言お願いいたします。はい、6号艇ですけど精一杯頑張ります。応援よろしくお願いいたします。